んとかなんとかって自虐的な状態で違うかみたいなこと言うような方だから、はい、だからすごくね、稲葉道場ノックしやすかった。ミニマム級のタオルキャットワンチャイ、なんとなくこれちょっと画像
ていうのもちゃんとありまして、そしてユニフォームもちゃんとファイターズ の左右非対称のユニフォームとかもちゃんとそこに提出して、 OK だね、プレーに必要がないっていう OK が出て、それがフランチャイズのユニフォームとして認められるよね、はい、でそういう決まりがあって、この範囲で例えばワンペンついてるでしょ、はい、その左のところかな、うん、でそれもどの大きさから例えば5センチから10センチの間にしてくださいと、はい、直径がね、うん、そういう決まりもある。その間だったら自分の体のサイズに応じてサイズは変えていいけど、はい、基本カラーは変えないでくださいとか、はい、いろんなことで、オールスターゲームの時には手足の規定が緩くなって、オールスターに特別仕様ですし、申請は各メーカーがしてるはず。あ、うん、はい、僕オールスターの時だけちょっと金ピカの入ったスパイク入ったりしたもん。あ、うん、そういうスパイクってどうしてるんですか。大阪にあるね、あったりとか、まあ、あるし、プレゼントとかプレゼントチャリティーとかね、そうですね、オークションにかけたりとかもありますね。札幌で川本部員体温計を開催。